ルイスカーには、ブラジルの男性総合格闘家、サンパウロ州サンパウロ出身、ジアーモリー所属、ルイスケインとも表記される。ブラジル国内では、ムエタイで、州王者、ブラジリアン柔術では、全国王者となった。2005年11月5日、プロ総合格闘技デビュー。2007年12月29日、UFC79 で UFC デビューを果たすも、 ジェームス・アービンに反則で失格負けとなった。2008年6月7日、UFC85 でジェイソン・ランバートに TKO 勝ち。10月18日には UFC89 で即時に TKO 勝ちを収め、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年4月18日、UFC97 で元 WEC 世界ライトヘビー級王者、 スティーブ・キャントウェルに判定勝ちを収めた。11月21日、UFC-106 でアントニオ・ホジェリオのゲーラと対戦し、左フックでダウンしたところに、パウンドで追撃され TKO 負けを喫した。2010年5月29日、UFC-114 でシリル・ディアバテと対戦し、パウンドによる TKO 負けを喫した。2012年10月13日、 ミドル級転校初戦となった UFC153 でクリス・カモージーと対戦し0から3の判定負け2連敗となり UFC からリリースされたありがとうございます